この自民党の金権体質にの、業界優先体質にの、国民一人一人の幸せ感を最重視する政治、これを掲げて戦ってまいります。大分1区に出馬を予定している無所属現職の吉良修司さんの事務所開きには、労働組合や後援会などおよそ250人が出席しました。連合大分の石本健二会長が、選挙区での勝利は絶対条件などと激励したほか、立憲民主党県連の吉田忠智代表も駆けつけました。現場の声を、地域の思いを届けていくことこそが政治の役割だと、いろんな方々が日本を思う、大分を思う、その気持ちをいただく、そのような選挙にしていきたい。大分1区に出馬予定の自民党新人の江藤博明さんの事務所開きには、およそ600人が集まりました。木原前防衛大臣が応援弁士として登壇。今期限りで引退する父親の江藤誠一参議院議員が政治活動を振り返り、謝罪と感謝を述べた後、支援を呼びかけました。この平和を守って、軍事ではなくて福祉、介護、年金、そして子育て、この人の暮らしにこそ税金を使う、そういう国政を目指していきたいと思います。共産党経営委員会は、大分1区に新人の山下海さんの擁立を発表。山下さんは防衛費の拡大に歯止めをかけ、福祉や介護の充実を訴えています。参政党新人の野中伸介さんは今日報道陣の取材に応じ、政治と金の問題を追及するとともに、子育て支援の拡充を政策に掲げました。石破総理はあさって衆議院を解散し、15日に公示、27日に総選挙を行うと表明しています。